せつのけいすけよ。箱根の歌やっていきます。パート52。あ、バックステップの神様からの初見ですっていう人いらっしゃい。前回のあらすじ。確か、こっちの暗い世界の方で、葵とテドラの二人の共同作業。共同作業って言うたら結婚するみたいな話になったわけで、両方とも女の子なんだよな。が、協力して、リセットシステムに内部に侵入できた。しかし、葵はそれと同時に眠ってしまったテトラ一人っていう、そういう状態で始まります。システムの入り口までやってきた。右手をかざし、葵と一緒に手に入れたパスコードを入力する。ピンポーン今の失敗の時の効果音だろ。どちらかというと、失敗の時の効果音じゃないか、ブーみたいな感じじゃない今の。違うん？何もなかった壁面に入り口が生まれた。あ、よかった。よかった。3点失礼。確かフォローを。何やったっけ？先週じゃないわ。前回の敵のホースで3点の意味教えてもらったのに全然覚えてないよ。フォローなんちゃらなんちゃらだったな。チャンネル登録あったか。もう一つ何だか忘れたけど、進めます。息を飲み、左手のナイフをぎゅっと握りしめる。葵の肩身。行こう。自分を鼓舞して、私は塔の内部へとゆっくり足を進める。あ、通知サポートフォローか。チャンネル登録せんのかい。いや、もうしてくださってる人ってことにしとこう。内部に入ったリセットシステム。しかしここで、元の世界に戻ってくる。面白いところで。8月14日。おとといやん。リアルで考えたら、おとといじゃない。昨日やん。だって収録日15日、昨日だ。ああ、なんかすごい、近い日数の時にやいよんな、箱根の歌。ひよこたちが埼玉島を去った翌日。僕たちは相も変わらず、本拠地に集まっていた。人数が減っても、やることは変わらんのだな、やっぱり、さすがに。さすがですな。埼玉祭も終わったし、今日たっちゃってもいなくなっちゃったし、なんだかちょっと寂しいの。8月の後半、いや、中盤やけんな。もう残りのイベントは少ないっていう、そんな状態なんよな。夏祭りもそろそろ終わったところが多いっていう感じじゃないかな。おいおい、何言ってんだよ。まだ夏、真っ盛りだっていうのによ。確かにまだまだ気温も高く、夏が終わる気配なんてみじんもない。でも大きな出来事がたくさんあって、騒がしい人たちがいなくなってしまったせいで、何かが終わってしまったような感覚はあった。そうやな。涼介、昨日大野と何してたの？あ、小鳥ちゃん嫉妬してるな。俺と大野さんの関係に嫉妬してるな。別に大野さんとそういう関係があるわけじゃないけど、嫉妬されるのはいいな。あ、その声は変えないんですねって。あ、コナみたいなことかな。おう、料理。あ、この声はちょっと気に入っとんよな。なんか俺とは、いつもの俺とは違う声で、かつ気に入っとる声なんよな。あ、そういえば確かに二人ともいなかった、いない時間があったよな。ちょっと歩む、察してあげなさいよ。伊月、お前はそれは察しすぎやと思うぞ。二人でこそこそいなくなるなんて。そんなのねえ。クソ、お前顔悪化してんじゃないよ。なわけあるか。キャラによって声変えるの面白い。そうでしょ。やっぱ変えれるなら変えたいってところだよな。それで、僕は昨日大野さんとの会話をかいつまんで話した。最後の敵が見つかりにくい場所にいるということ、でも見つかるのも時間の問題であるということ。ってことは、小鳥が最後の敵を倒すのももうすぐってわけ？見つけたなら誰かが被害に遭う前にすぐに倒す。伊月みたいな目には誰も合わせない。力強く小鳥が言い切る。一回、小鳥ちゃん、伊月を巻き込んでしまったけんな。そういう気持ちが強いんだろう。とはいえ、倒しちゃったら琴音も黒島から出ていっちゃうのじゃから。なんだか複雑な気分じゃのう。小鳥ちゃんも出て行ってほしくないな。
倒したけどここにいるもんみたいな感じでわがまま言って通れんか、通らんかな。そうだろ、雪景さんはもっと知られるべきなんだよな。なんで俺、ね、こんなに実力あるのにいい、もっと知名度が上がってもおかしくないのに上がらないのだろうか。それは私も寂しいって思ってる。でも敵は倒さなきゃ。まあ見つかるって言ったって今日明日って話じゃないだろ。だったら敵が見つかるまでの間に何か思い出に残るようなことをしようぜ。例えば？と言っても結構やったよな。祭りにも行ったし、祭りにも行ったし、まあ肝試しっぽいよな、敵との遭遇って。むちゃくちゃやろ。最多祭が終わってしまうと、夏休み中はもう大きなイベントがない。いろんな遊びをやり尽くしちゃってるし、思い出に残ることといってもすぐには思いつかない。小鳥、何かやっておきたいことはない？小鳥ちゃん、何でも初めて尽くしやけんな。逆にさ、多すぎて何を言えばいいかわからないみたいなところあるんかもしれん。ほら、ちょっと困っとるわ。難しい顔で小鳥はうなるか。きっと出会ったばかりの小鳥と小鳥だったら、ないの一言で終わっていただくことだろう。そうやな。しばらく考え続けていた小鳥は急にハッとした顔になって僕の方を見た。そうだ、歌。え、まだ覚えてたの小鳥ちゃん。歌？おお、涼介が作ってたやつ。涼介が作る男全然見たことないけどな俺。前に涼介、私に歌詞考えてみないって言った。ほう、伊月すごい。それは要するに口説いてるのですかみたいな顔するんじゃないよ。なんだよその顔は。この島にいる間に私それ考えて曲を完成させたい。そうか。おお、それはいい考えじゃな。だけどあんた歌詞なんて考えられるの？わからない、やったことないから。ぬわ、かわいい顔で言うな。やったことないんかいって突っ込むところがさ、その顔だったらよし、わかったみたいな感じでさ思ってしまうがすごいな、小鳥ちゃん。まあ決まりなんて別にないだろうし、とりあえずは好きに歌ってみたらいいんじゃないか。うん、やってみる。小鳥ちゃんのセンスに期待。大好き涼介、大好き涼介っていう言葉があってほしかったな。ということでギター弾いて涼介。いきなりか。佐藤小鳥が作曲します。この歌を聴いてください。小鳥ちゃん、それ歌ってるとは言わないよ。ハミングって言うんだよ。小鳥が歌詞のない音程を口ずさむ。こいつ作曲って意味知ってるのか。まあ小鳥ちゃんだから許すけどな。そういえばバックステップの神様って何から思いついたんですか？あのマイクラで遊んでる時にバックステップしてたんですけど、その時にそのバックステップする直前にね、あのトイレの神様の話しよったんですよ、あの知り合いとね。でバックステップって言葉とトイレの神様って言葉が2つに同時に思い浮かんで、それが合わさってバックステップ神様になりました。でその時思いついた時に、あの周りにおった知り合いにバックステップの神様って初めてやった時に受けたんで、それが今のネタにつながってます。みんなそれに聞き入っていた。しばらくそんなことを続けていると、小鳥がふーんだった部分に歌詞をつけて歌い出す。ようやく、ラーメンカレーアイス焼きそば。お前食欲を歌にしてるんだな。思ったことを言葉にすればいいって言うけどさ、お前食欲か。お前そうか、小鳥ちゃんらしいな。待って待って、マジでマジでそれ、好きなものは並べたけどダメだった。さ、それで喜ぶんはさ、あの石塚さんくらいだと思うよな。
いやーなんというかもうちょっとこうテーマ性とか何について歌うのかちゃんとした方が良さそうだな。ある意味統一されてるじゃないのよ。自分の好きな食べ物をあげてるだけの曲に意味を見出せない。どうすればいいの？歌なんじゃから好きで歌えばいいと思うがの。呆れ顔でもこのコナミちゃん呆れ顔。でも自分が歌うだけじゃなくてみんなが聴かせる曲を作るなら聴いてくれる人に何かを伝えたい曲が大事じゃろうな。コナミちゃん最年少なのに一番いいこと言ってるなお前。一番年下のクナミが一番まともなこと言ってる。涼介も思ったか。伝えたいこと。見た目と声のギャップってこと、コナミちゃんのこと言おうかな。まあそうかもしれんけど。また難しい顔になって考え込むことに。ま、時間はまだあるんだしさ。ゆっくり考えたらいいんじゃない？というか、涼介はこの曲、どんな気持ちで作曲したんだ？うむ、それも大事やの。え、どうもこうも、ただ知ってるコードを。おいおい、あゆもこなみも何聞いてんだよ。涼介さんだぞ、あの涼介さんだぞ。そんなラブソングのつもりで作曲したに決まってんだろ。なずきお前、俺からどんなラブを感じてんだお前は。いや、別に知ってるコードを。そっか、そうだよね。涼介さんだもんね、そりゃラブソングに決まってるわ。聞けよ、こいつら。こういう時に限って耳悪なのよな。ラブソングって何？そりゃ好きな人に自分の気持ちを伝える歌っしょ。好きな人？そう言いながら小鳥はなぜか僕の方を見てくる。あ、コナミちゃん、いや小鳥ちゃん、なんか小鳥ちゃん、なんで？なんで僕の方を見てるの？あれ、僕に対して大好きっていう感情があるのかい？それだったら嬉しいな。え、おお、いやーそうですかそうですか。クソ、伊豆木が親戚のおばさんみたいな感じになってる。あ、なるほどの、そりゃまあそうじゃろうが。何が？でも何かまだちょっと違うって感じもするわね。この子の、この子のは。そうじゃの。何が？何が？だからね小鳥、あんたが思って好きっていうのは、見てみろよ、アイム。恋もしてない連中が上から目線でコナミちゃんに何かをしようとしてるぜ。滑稽だな。なずき、確かにそうだな。こいつら全然恋なんかしてなさそうだもんな。恋愛ドラマの見過ぎだな。うるさいわね。耳引きちぎるわよ。耳なし芳一にしようとしてる。耳なし夏行きにしようとしてるな。ハニューには言いたくないの。なずきは恋愛事情どころかさ、デリカシーってもん知らんけんな。なんだこの会話の方向性は。すると黙っていた歩が突然。というかこの中でまともに恋しちゃってるのなんて涼介以外にいないだろう。涼介恋してるっていう扱いにされてる。というわけのわからないことを言い出した歩。こういうたまにこういうバカみたいなことを言い出すからな。は？な、何言ってんの。ああ、確かにそうだな。さすが涼介さんね。ちょっと恋？あ、だったらこういうのはどう？明日一日愛の伝道師こと涼介さんと一緒に島中を歩き回されることで小鳥に恋が何なのか知ってもらうツアー、略して恋ツアー。もう略していいやん、恋ツアーでいいやん。もうこんなに長かったら恋ツアーで呼べばいいなってくらい長いもん。いいね、いついつされたんじゃん。ちょっとめっちゃありがたい。それってただのデートじゃ。家の中でじっとしているより外を歩き回る方がいいかしも浮かんできて好きそうじゃしの。島を守るの？涼介と？そうそう。え？いつもやってない？そうやな、いつもやっとるけどさ。でも二人きりってことかな、重要なんですよ。あとわこついらっしゃい。あー、ダメだこいつ。大丈夫大丈夫、笠井さんが食べてもこっちには涼介さんがいる。あ、そうだったわね。いつもとやってることは一緒でもデートってことになれば涼介さんもきっと何かアクションを起こしてくれるはず。お前
カメラ回っとる時の笑い芸人みたいなことを言い出す。笑い芸人みたいな扱いをするな、お前。カメラ回っとったら何かボケてくれるはずみたいなことを言うな、お前。いや、お前ら。今から楽しみじゃの。なんでお前らが楽しもうとしてるんだ。任せなさい、涼介。こっそり後を付けて、ビデオ撮影もバッチリやっておくから。お前、それが目当てか。そのビデオで曲の PV を作ろう。ぬかいないな、夏行きな。何それ、素敵。夏行き、咲いてるじゃない。ということだから、歩、明日までに PV 作れるように勉強しておいてね。はははは、歩を強いられてる側になっとんじゃ、かわいそうに。でも、一番かわいそうなのは俺だからな。できるか。結局どうすればいいの？小鳥は涼介と島を歩きながら曲の歌詞を考えればいいだけよ。そうそう、あとは涼介さんがうまいことやってくれっかな。わかった。行かないぞ、僕は。はあ、今さら何言ってんのよ、小鳥もその気だっつうのに。そうじゃよ、涼に、ここで拒否とかないわ。小鳥ちゃんがないわとか言う、なんか新鮮やな。それとも、それとも両人は、両好きは、小鳥と二人きりなんて嫌だって言うの？いや、それは、あ、でもさ、お前らがついてきとんだろ？二人きりって感じじゃないよな。お前らがついてこんかったら別に二人きりでさ、成立するんやけどさ。いや、なの？小鳥ちゃん、そんな顔で、そんなこと言わないで。めちゃくちゃドキュンドキュンするんだけど、心が。嫌じゃない。嫌じゃないよ。ぬふふ、くそ、お前、黒先生みたいなぬふふの言い方で言いやがって。くそ、いつ決め。ということで、決定だな。はあ、そういうわけで、明日は小鳥とのデートということになってしまった。ガッツポーズ。8月15日。来た！なんかリアルと収録日と同じ日になってしまったぞ。ということで、小鳥とのデートである。デートって言っちゃった。もう涼介自体デートって言っちゃったよ。昼食後、1時半の待ち合わせ。集合場所に到着すると、まだ15分前だというのに。ああ、小鳥ちゃんに待たせてしまった男として情けないな。小鳥はもう待っていた。ごめん、待たせちゃった。私もさっき来たばかり。あ、小鳥ちゃんがそのこと言うたら、なんかすごい新鮮やな。小鳥ちゃん、そんな定番のやりとり知っとんじゃん。そんな受け答えはまさにデートそのものすぎて、それだけで僕は緊張してしまう。いかんいかん、平常心平常心。小鳥も言っていたじゃないか、いつもやってることだって。さてと、まず確認しないといけないのは他の連中がどこにいるかだ。デート自体は嫌じゃない、というかむしろ嬉しい限りなのだが、晒し物にされるのは真っ昼ごめん。僕は辺りをキョロキョロと眺めながら、夏行きや伊月やいないか確認する。意外とうまいこと隠れてるじゃないか。くそ、こういう時に遊びのスキルを生かしやがって。二人気になってたらキュックやハハみたいな感じでさ、キスして押し倒してその後好意に及ぶのに。もし本気で僕たちを隠し通りするつもりなら、必ずどこかにボロが出るはずだが、今のところそんな気配はない。何やってるの？いや、何でもない。とりあえず行こっか。うん。見つからないんじゃ仕方ないので、先進むことにする。しかし、その時だ。パッ。え？小鳥が僕の手を握ってきた。うん？小鳥ちゃん大胆だったのね。どうかした？いや、どうもこうも、その、手が。デートは手をつなぐものだって、えずきが。なんでもない顔で小鳥が言う。精錬されたこの顔。えずきのやつめ、いい仕事してくれるじゃないか。嬉しいんや。いや、りょうすけ嬉しいんじゃ。グッジョブ、えずきなんやな。とはいえ、さすがに手をつないだまま歩くでも恥ずかしい。で、手をつなぐのはなしにしない？なんで？誰かに見られたら恥ずかしいし。え？なんで？いや、わかってる。そう、
小鳥はこういうことだ。説明に困っていると、小鳥は眉を寄せてこっちを見た。いや、小鳥ちゃん、そんな顔で嫌って言われたら、俺、胸がドッキュンドッキュンすっちゃう。嫌じゃないよ。嫌じゃない。じゃあ、早く行こう。乗せられっぱなしだ。小鳥ちゃんのペースだ。そう言って、ボの手を引き、歩き出す。マジで？誰かに見られていないか、ヒヤヒヤしながら、街の中を歩く。小鳥と繋いでる右手は、暑さと緊張のせいで、汗びっしょりだ。りょうすけ、さっきから変、どうしてんの？そう？ずっとこんな風にそわそわしていても、格好がつかない。そう思ったので、もし誰かに会った時のための言い訳を考えておくことにする。そうはな。堂々と言えばいいんじゃないかな。僕たち付き合ってるんですって言うてさ、もう、そうしたら小鳥ちゃんも断るに断れんのかもしれんな。もうガンガン攻めよう。何か、いい案は、ないか？よし、僕は体調の悪い小鳥を病院に連れて行くところ。支えていないと転んでしまいそうだから、手をついている、繋いでいる。これで行こう。苦しいか？まあ、デートしてますって素直に言うよりは、いいだろう。そんなことを一人考えていると。ねえ、聞いてる？りょうすけ。わー、怒ってる小鳥ちゃんもかわいい。不満そうな顔で、小鳥がこっちを睨んでいた。ごめん、なんだって？宇田の歌詞についてどうしようって言ったの？そっか。やっぱり聞いてなかった。りょうすけ、これはもしかしたらあれかもしれない。な、何？すると小鳥は無言のまま僕の顔をじっと見つめ、え？だんだんと顔を近づけてきた。小鳥ちゃん、ちょっと小鳥ちゃん、それは大胆なんちゃん。こんな周りの人がおったらやばいような状態でキスとか、ダメ、ま、小鳥ちゃんがやりたいって言うなら別にいいけどさ、周りってんかな。夏雪と伊豆ももしかしたらカメラ持っとうかもしれんし、なんだこれ。どんどん近づく小鳥の顔に僕は思わず目をつむってしまう。まさかキスと思ったその時、なーいて、デコに鈍い痛みが走った。思わず目を開ける。するとじっとして小鳥が僕のデコに自分のデコを当てている。びっくりしすぎて声も出ない。何が消せないのか、小鳥はそんなうなり声を上げ、ようやく僕から顔を離した。離れてもまだ心臓をバクバクと脈を打っている。状況の整理がつかなかった。今のは熱中症かと思った。やっぱ小鳥ちゃんだなって思う習慣です。そうか、熱中症。伊月がデート中、涼介の手がびっしょりだったり、おかしな行動を取った時はもしかしたら熱中症かもしれない。その場合命の危険があるから、おでこにデコをくっつけて涼介の体温が上がっていないかどうかを確かめてって。もはや設計さん完全なる実況者になってるってどういうことかい。熱はないみたいだからよかったね、涼介。くそ、確信犯なのか。天然でやってるとしたら男殺しだぞ。伊豆木、マジ伊豆木、伊豆か、復讐してやる。よっしゃ、学校来ちゃった。というわけで、まあ今回はちょっと区切りがいいんでこの辺で終わっときますか。というわけで、なんか視聴者さんに完全なる実況者になってるっていう、そういうなんかよくわからんけどありがてえコメントをもらったんで、ここで終わりとさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。週明け
はチャンネル登録がどうとかいう話はなしだ。可愛い小鳥ちゃんの顔でも見とけ。